プロデューサー、撮影のお仕事お疲れ様でしたなの。うん、そうでもないよ。ずっとプロデューサーと一緒だったから。プロデューサーはいつも忙しそうにしてて、ミキのことほったらかしだから。ごめんなさいなのプロデューサー、今のは嘘。ミキ知ってるから。プロデューサーはどんなに忙しくてもミキのことちゃんと見ててくれてるって。あのね、これからもずっとミキを見てて。そしたらいつかきっとプロデューサーにだけとっておきのミキ見せてあげられると思うな。